あの遥か彼方にフリーワールドがある。平和と光の世界、風のように自由になれる世界だ。そこに俺らは向かうのだ。道すがら知ってることを教えてやろう。でも全て説明できるわけじゃない。所詮人間がすることだ。牢獄の中の牢獄だ。とても気の利いたトリックだろう。お前とここの囚人には共通点がある。彼女は突如現れた。行く手にあるもの全てを破壊しながら、そしてバーン、囚われてしまった。彼女が逃げ出せないように壁を何層も作った。悲鳴が聞こえない。彼女は壁という壁を何度も何度も破壊しようとした。しかし壁の外にはまた壁ができていた。これで彼女は常軌を逸し、怒り狂った。何でも捕まえてズタズタにしたのだ。今じゃなかなかの慣習だ。だろう。でも俺らには分かる。閉じ込められていく心がめちゃくちゃになる。そうだろう。だからあそこから抜け出してきた。彼女の物語には終わりがあるが、俺らは
よくやった。苦しみから解放してやった。さあ行け、後から追いつく。